わあ、これは何だろう。これ知ってました？中にスポンジみたいなの入ってるんですね。スポンジ？これが朝露を吸収するんですよ。で、こう朝曇らない。なんかこう銀色に光ってる線のあれですかね？あ、違います。その外側のやつが、これがなんか、あ、この黄色いやつ、うん。なんかスポンジではないのか、なんかとにかく湿度を吸収するものらしいんですよ。あ、お見送りされてるから行かなきゃ。あ、はい。じゃあ、ありがとうございました。よいしょ。ああ。割と知りたいな。昨日のダメージがまあまあ残ってる。意外と体痛い感じです。血痛いですよね。ええ。この辺り乗ってみないと分かんないですね、やっぱ。あ、おやき。まあ昨日距離は乗ってないけど時間長かったですからね。あ、そうですね。足の筋肉自体は大丈夫かな。いけるかな。あ、犬の匂いが。今日の岩、
トンビだ。大丈夫かな。ほとんどショートカット、ほんのちょっとのショートカットだな、これじゃ。旧道ってほどでもないな。あ、そうだ。放送の準備しよう。じゃあ10時から放送します。ええ、なんか看板土地なんとか遺跡って書いてありましたね。なんか1万年前の縄文人。よいしょ。そうか。ヤフー。グループラボのページの。
トイレ用で、あ、違う、こっちだね、こっちだ。ブドウ峠に登って、北イキムラに泊まりました。今日は小海線を麦草峠にチャレンジ、うん、限定ルートの URL 入れて、うん、よし、10時スタート。あれ見えてない。あれ取れてない。あ、今の入荷全部パーになったか。ちょっと早くやってしまおう。ブドウ峠に登って北駅村に泊まりました。今日は麦草峠にチャレンジ、出てると、今度こそ予約できてないな、さっき予約する、すでにこの時間に予約してるから取れてるじゃないか。
相続。あ、そう、読み上げ先を。スピーカーにして。うん。繋がらない。あれ、ウェブカメラか、あれ。ライトかな。うん、レンズエラー。繋がらない。来た。よし。和子通。うん。急に呼び出されたんだが。うん。次に宿を出たところです。手間を分けず9時半過ぎに宿を出たところです。うーん、涼しいけど日向は暑い。ワンゼロゼロ、あーゼロか。ネタの朝ごはん画像見れないです。あれ、ご飯見れない、おかしいな。じゃあ開始しとこう。ちょっと上ですか、こんぐらいか。朝食抜きと思われ、メルヘン街道行くんだ。メルヘン街道、そうですね、確かメルヘン街道途中から入りますね。自動無料延長を開始します。よし、一応開始ボタンを押して。お、朝10時になるのか。来た、おはようございます。おはようございます。お待たせしました。9時に出るつもりだったんですけど、まず NHK の小さな旅でオロロンラインやってて、思わず30分見入ってしまって、でその後あの宿のご主人との話と、あといろりのいろりの間を見てたりしたら、また30分ぐらいかかって、予定から1時間押しぐらいですね。授業が始まります。おはよう。授業の時間です。なんかバタッと開いたな。レイロボさん、じゃあ行きましょうかね。ちょっと時間押してるから、麦草行くとしたら麦草15時過ぎぐらいじゃないかな。16時か。あれは誰、今日もいい天気ですね。ちょっと待ってくださいね。よっと、今日も頭から出っ張ってます。よいしょ。先生、今日はどこ行くの。今日は麦草峠。鍵がちょんまげみたいやな。いかにも。そう、小さな旅、思いっきり鏡沼キャンプ場のライダーハウスと、あと明日の城っていう徒歩宿のあそこが映ったんで、ものすごくあの反応してしまいまして。んプロメテウスって何ですかね。これは目立つ、笑、これは痛い、笑。ロボさん、おはようございます。あ、おはようございます。Z さん、洗濯はできてるんで、昨日のジャージあるんですけど、
せっかく持ってきたからって言って来てました。このジャージ今ニコ生自転車部のコミュニティに確か案内書いてあるはず、今募集してるはずですよ。スーシャツ、あ、板シャツか。女神がエイリアン、へえ。とりあえずここから今あの東御線まで下ってるとこです。あ、野沢さん昨日ありがとうございました。すいません、昨日の夜の配信はもう私は寝てしまってできてませんでした。昨日意外と早かったですね。22時台に帰られてましたよね。0時ぐらいになるんじゃないかってあの予想時間を聞いたときにそのぐらいの計算だったんですけど、早かったですね。茶漬け大いいペースで風向きとかも良かったんですかね。で今標高1000メートルぐらいなんでかなり涼しいです。空気が涼しくてあの日が暑いというか、まあ、日照が随分あるっていうのは結構理想的なんですよ。あの走るときは自転車で走ってれば涼しい空気を受け続けることができるので、ってここにもハッピードリンクショップか。長野県もハッピードリンクショップだったかな。おはようございます。あー空気涼しい。じっとしてたら暑いんですけどね。あ、野沢菜出ました。野沢菜のからし漬けっていうのが出ました。あれも美味しかった。この道コンビニないですね。あ、でこれからあかん梅雨が明けた？でいつのそう、麦草ちょっと今日本当にどのぐらい苦しいかわかんないですけどね。足の筋肉は大丈夫っぽいけど、あ、今日 Z さんと2人です。上半身の筋肉が結構痛い、筋肉痛になってる。あ、北駅町が終わって小海町ですね。よく見たら小海町って野球だったっけ、小海町って野球マークだったっけ。こ、あ、町ですか。で北駅村、よいしょ。あれ今ここ出てないですか。夜ご飯合成でした。今ここはサイクリング。あ、本当だ、失敗してる。そう、この趣味はなんか全然。え、グローブ、いや今日綺麗ですよ。これ新しいやつだし。何言ってんすか、言いがかりつけんなてめえ。ほら、あ、サーブ落ちですか。あ、じゃあどうしようもないな。これあのワイズで買ったワイズブランドのお安めの1000円台だったかな、2000円台だったかな。今あの小海町と小海町と北駅村の間で小海駅っていう駅から東の方にずっとあ、紐、これ紐はですね、脱ぐときに脱ぎやすいようにです。ここを引っ張ってやるとスポット抜ける。3000円しますよね。高いやつもっとしますよね。汚い色のことかよ。穴が開いてることかと思った。そう、新品なのに青色が嫌いな人種だな、きっと。その紐、実はかなり便利だよね。紐、そうですね、今のとこ結構便利使ってます。破れておりません。風貌、ああそういえば風貌けなされたってあれの時ですかね。あのエスケさんにみすばらしいって言われた時ですかね。の時もあの私様もお怒りでしたね。ああ涼しい。麦草峠までは850メートルから、あ、止まった。標高850まで下った後に登り始めて2100までなんで、標高差1250メートル、もうちょいぐらいあったかな。今日のこの体調でどれだけ時間かかるか、そもそも耐えられるのか。あ、それかあれかな、 FMED が止まってるのは間違いないな。あ、いや、あ、来た。あ、じゃあ FML じゃないか。復活しましたか。結構接触の問題で、あのウェブカメラが瞬断するとよく FML が死んじゃうんで。
いや、今日のこの最初の下りで体の調子を見て、激怒激怒。おお、でっかい山が死んでる。ああ、あっちの方の道行ったらよかったかもしれない。ああ、行けたな、残念。もうちょっと手前から発見していれば。2番目、ああ、麦草、そうでしたっけ。標高2150、2100いくつか。うん、今ここ、うん、峠、麦だからか。そしたらタクシー呼ばなきゃいけないですね。台車、台車、台車って言うんだっけ、あの代行か。うん、あ、 iPad の話かな今のは。iPhone の話かな、どれの話かな。 iPhone5 は、私は iPhone4 を持ってて iPhone4S をスルーした人間なんで、 iPhone5 は魅力的ですね。で、どんな新機能があるか知らないんだけど。いいですよ。まあでもこの道は結構太い道ですけどね。下り。あ、これは前もう下走、この間走ったところに合流したか。うん、あ、チタンとアルミのフレームの違いは全く分かりません。私ごときじゃ。サスペンションなくなった方がはっきり分かるんで、フレームがどうというのは全然分かんないですね。これ確か最後にトンネルがあって、小海駅抜けるとこだ。力言わせると電動自転車は邪道ですか。電動自転車は邪道ってことは全くないですね。まあ楽しめるかどうかだけなんで、その人が。その例えば人力じゃないから邪道だっていうことはまあないですよね。じゃあ行こう。それ言ったら歩きの人から自転車だって道具使ってるから邪道だって言われそうだし。まあ、もちろんある程度なんかその自尊心から来る自転車以外は認めない的な気持ちも心の中にあるんだろうけど、そういうのを抑えつけていきたいもんですね。あ、20キロ以上ありましたっけ。ハイグス？ん？ハイグス？なんだろう、ハイグスは。下ってるだけで体が疲れてるな。本当に今日の、ま、その時間内にというか、まともな時間に登りきれるかな。あ、そうそう、ちょっとアップダウンがあったんだ、あそこ。立派な一軒家。ん？一軒家？何の話なんだ。立派な一軒家。あ、さっき通ってきたとこですかね。あったっけ。メルヘン街道に確か、を確か通りますかね。気持ちよさそう。そう、空気が涼しいんでいいですよ、こっちは。今ここで標高、あ、もう875まで下ってきたか。今日の宿は1000メートルの標高だったんですけどね。あ、黄色いガードレールだ。ここは山口県。なぜこんなところに黄色いガードレールが。今日 Z さんは自転車ブジャージ着てる。あ、自転車ブジャージ着てます。お、ほら、見た目じゃ分かんないですけどね。いい、ここにも黄色いガードレール。今ここ沢が落ちてるんですね。沢か、痛いね、痛いね。乗り倉でレゴンの人に言われた、かっこよく言われた、痛いねというセリフ。
前の人は Z さんです、知り合いです。ああやっぱ上りは足のダメージ残ってるな。何みたいな、一瞬山口でしたね。山口県の黄色いガードレール、全部黄色じゃないんですけど、山口県に行くと黄色いガードレールが多い。あ、いらっしゃいませ。音羽の杉役、荷物、あ、そうそう、あれロードにつけられるキャリアと、あとバッグですね。まあロードにつけられるバッグじゃないけど、あのであれはですね、ブレーキのブレーキのところのピボットにで1点支えて、自分のバイクで、あの下の方はあのクイックの車輪の軸のところで支えてるらしいです。リンコの時ってどうなのかな、あれはパッと外したりつけたりできるものなのかな。今日の振り返りは遅くなるから多分できないですね。本当に麦草が登れるんだろうか、いつも不安になるこういう時。まあでも本当に苦しくて死にそうだったら中止してもいいんだし。うん、走ってないところ、青森県にまだ踏み入れてないです。あと長崎県は自転車で走ったことがないはず、確か。あ、なんかもう喉が渇いてきてる。あ、こんにちは。喉が、空気がこれは乾燥してるんだな。これから1200以上ですね。本当にいけるかな。まあ、だいたい結論、結果的に登りきれましたってなることは分かりきてるんですけど、今まであの完全に体調がもう行こうと思ったけど体調の問題で途中で諦めましたっていうのはまだないんですよね。無理くらが2日目、自転車禁止ですか。そうなんだ。ハプクラ、おう、ジープだ、ジープ。途中でやめるわけにもいかないからな、うん、やめる、まあ戻ることはできるんですよ。小海線まで戻れば輪行できるので、逃げ場があるときは結構気が楽ですよね。ふう、小海の町の方に出てきました。まあ多分登れると思います。応援ありがとう。応援ありがとう。今の向こうのクラクションの話か。トンネル入るときにあれは鳴らしたんですね。よいしょ。応援だよね。ですよね。アイコンの写真は、うん、アイコン写真ダメですね。ありゃどうしようかな。これが小海線単線です。で、汽車ですね、電車じゃなくて。あれ電車も走ってたっけ。あれは応援なのか。ハイブリッドカーは走ってたけど、ハイブリッドってのは別に電線って呼ぶ。あ、神戸の駅ですか。前あの神戸の駅から輪行して帰ったことあります。放送中に千曲川、千曲川。今これ駅はスルーしたんじゃないかな。気温はどうかな。いや、もうちょっとあると思いますよ。アーカイブ見ましたが、初期の頃はジーパン、ホームページの方ですね。そうです、川上県の方に行くことも今日考えたんですけどね。麦草チャレンジするかってことで。写真ちょっとあの加工する間もなく寝てしまいました。お仲間です。竹島問題とかその辺りは私は少なくとも放送上では言及しません。こんにちは。
あ、こんにちは。そう。お、横浜タイヤみたい。ど田舎、まあど田舎かな。ここから上りですね。怖い顔、笑ってるじゃないですか。何が怖いんですか。全然はあの腹黒くとか見えないじゃないですか。そう。マウントバイクはもう潰れちゃいました。フレームにクラック入って。うん。おう。時間さえかければその時間あの3時間4時間5時間とかいう時間ない時間での間ずっとその上りの苦しみに耐えられるっていう今言い方するとすごい抵抗ありそうだな。ん？トキビって今ありましたか。うわお。かなり時間がかかると思います。で、あ、もちろん一応もうすぐもっと切れますよ。ご期待ください。そう、フレームがダメになっちゃいました。そう、松原湖経由の細い道の方から行きます。途中牧場とかあったはず。クラック、そうです。あ、で今日は電波はですね、電波は松原湖を越えて途中であのメルヘン街道国道に合流するあたりまでだけ電波があるはずです。こんにちは。そこまででもだいぶ時間かかるんで。あ、新車ですか。旧型さんいらっしゃいませ。軽さあんま感じないです。実際変わらないか若干重くなったぐらいじゃないかな。で、乗り心地に関してはあのバーエンドバー移植したりサドル移植したりしてあの違和感が減ってきたっていう感じですね。いかにもビアンキ。野麦じゃなくて麦草です。実は野麦峠行ったことないんですよ。野麦峠は確か、どこだったっけ。あ、この道やっぱ車多いな。あ、そう、この日から帰る予定です。こんにちは。野麦はこの間近くまで行ったけどどこの時だったかな。あ、そうだ、あれだ、乗鞍のとこか。乗鞍と乗鞍の畳平越えて、うわだいぶ登ってんな。畳平越えて高山に下って、それも確かちょっと南側のルートでしたよね、野麦峠。上りなのに話してるってすげー。まだ大した上りじゃないです。これから。今日は疲れも残ってるから、昨日よりもさらに受け答えできなくなるんじゃないかな。記念切符、なんすかそれ。今日の峠はかなりな峠ですよ。若干無謀ってほどではないか。新車のポンプはアリビオです。アリビオ、この小海線沿いの道はかなり車多いです。いつも松原湖のとこまで我慢。あ、そうだ、あと補給食。うん、カメレオンテはさすがに新車だけでバッチリ。そう、喋りさえしなければ。トレーニング何もしてないです。初見さえの人なので。セブンイレブンがあるからといっても、途中レストハウスがあるから飲み水は確保できるんですよね。車が見くりながらスイスイ。そう、アリビオです。とりあえず飲み水500ミリリットルぐらいと、洗剤のポンプもいい加減もうボロボロなんですけどね。
手さえ出しません。はあ、もうきついぜ。はあ、ロボさんの、はあ、はあ、これ新車だけどずっとカチカチなってるんですよね、クランク周辺が。仙台は何キロ走ったの？仙台は途中からもうあのサイクルコンピューターつけてなかったんで1万キロ超えたとこしか覚えてない。交通量ですね、もうすぐそれるんですけどね、あの西に向かって。そう、新車です。うん、無言に、あ、なると思いますよ、上りは特に。うん、うん、日本のクラックのコメントありましたっけ。新車です。はい、ビアンキカメレオンテ3アリビオベースクロスバイクです。カーボンフォークがちょっと輪行の時に気をつかなきゃいけなくてめんどくさい。アルミフォークだったらよかったのにな。これパン屋さんですか？ん、パン屋、パン屋さんがあるという情報があれかな、違うか、ちょっと違和感があるとよく押す。これで装備なのか、すごい。装備。今に登ってきたのと同じくらいですね。じゃあちょっと補給してくるので、店内にはちょっとカメラ持ち込むのはめんどくさいんで、皆さんはどこ見てもらうかな。空見ててもらうか。じゃあお待ちください。男らしいですね。お伝えくださいの人は秦野さんに毎回同じメッセージを送ってる人だ。では、でも延長の時間がやばいですね、これは。まあそれまでには戻ってきます。
マイクつけて、ヘルメットかぶって、うん、クリスマスよね。あ、OK でした。あ、了解です、ありがとうございます。超うまいですよね。ですよね。は、ハト、ハト麦茶で、ちょっと水が飲んでしまうか。1リットルでこのペットボトルと保温ボトルに入りくっていう。お腹ゴロゴロですか。腹壊すことあんまないですね。どちらかっていうと平日会社に行ってる時の方が腹壊す可能、あの頻度が高い。うん、ちょい先、あー、どうだろう、松原湖に登る道よりも手前にある、あるは寄れますけどね。どうするかな、昼ご飯パン買っていくかな。どうせもう峠手前で昼になるし。でもレストハウスで12時でちょうどいいかもしれないな。あ、で、まあ特殊というか、どこ、あの一緒に走ってますね。あのしょっちゅう一緒に走ってる Z さんです。古城街道ってどこでしたっけ。ペダルはあの買い替えました。ペダルもいい加減サビサビで古かったので。そう、雨と花の了解です。まあ補給食兼昼飯どうしよう。あ、船長、あ、ニュースやってましたよ、なんかあの、うん、2人で走ってます。ニュース、あの宿で見たニュースで、なんかアームストロング船長がどうって言ってたな。アームストロング船長がスピーチしてる映像があったけど、ペタルは前と同じモデルですけどね、プロモデル。スイエボイエス、麦茶。これ回り込んだら大丈夫かな。1、あ、30時半まで。やっぱり秋はそうですね。この辺りは上の方はもうどうだろう、まだ8月だからな。さすがにアニメ、おう、あれはですね、今ニコ生自転車部というコミュニティで、購入者、まあ募るというか、全然あれも商売でやってるようなもんじゃないんで、何人いりますかっていうのを聞いて一斉に作って送るっていう、しかも送るの個人がやってるっていう状態ですよね。サーバーエラー完備してほしいな。延長詐欺はいいけど。あ、で、知らない人のために言うと、延長詐欺っていうのは番組は実は続いてるのに、私の配信ツールの方が間違って配信終了と認識してしまって、で突然止まあと言った途端にか。詐欺、うん、早く繋がれ。なんかこの繋ぐときにまたすくな。ちょっと詐欺、それには私には破壊、あの伺い知れない深遠な理由が。プレミアサーバーエラーだけは勘弁してほしい。おお、はい、今復活したと思います。うん、復活してますね。で、今ちょっと鬼ヤンマみたいなのが、何ヤンマだろうこれ。よいしょよいしょ。あー、弱ってるな。そう、いつもこうなるんですよ。
あ、弱ってるな。写真撮らせてもらえるのありがたいけど、あ、ちょっと無理に、ちょっとはオになったままです。ちょっと待ってください。これしかし 目とか綺麗ですよね、これ。あ、自動フォーカスのままだったか、ずっと気がついてなかった。手動フォーカスする前に、よいしょ。これ何山ですかね。鬼山ってほどのなんかごつさには見えないけど、どれ山？よいしょ。ここあたりに Z さん、そうですね、私は違いますけど、よっ、カレオテさんに弱ってるな。もうちょっと手に捕まる力もないみたいです、足の方が。今飛んできてこのガラスにぶつかって落ちたんですけどね。じゃあ手動フォーカス、うん、踏まれなきゃいけどな。触れない、そうですか。トンボの羽綺麗ですよね。あ、ちょっともがいてるけどもうダメっぽいな。これは偵察機、飛び方かっこいいですよね。ワシントン、うん、ちょっとまずクーリッシュがもうだいぶ溶けかけてるんで、いただいてから。うん、おお、おお、すげえ。垂直乗車しましたね。見えました今の。スパッと飛んでいきました。今もう向こうに回り込みました。全く足の力がもう残ってないみたいだったね。飛ぶことはできるんですね。指引きだったら危険を感じたみたいな。うん、オスプレイ。私オスプレイのなんか角質をよく知らないんだけど。機械としてあれかっこいいと思うけどな。うん、うん、そもそもあれ武装ついてるんだっけ。飛び抜けトンボさんが。でも結構撮影だけはバッチリさせてくれましたね。うん、この背中は。そうですね、うん、オスプレイ。まだ半分ぐらい。うん。ご利用で。なんか、トンボって虫食うよな。トンボ肉食だよな。あの背中は名前決まってなかったと思いますけど、あ、これこれ、ニコニコ、あれ、ニコ生自転車部ってはっきり書いてないんだっけ。うん、もうアイラブサイクリング。発電、これは自家発電の意味かな。はないな。ゆっくりキャラ、そう、ゆっくりキャラ、イカ娘のジャージ。あ、ヤヒさん、おはようございます。ちょっと今クーリッシュ食ってる時のところなんで、あの喋りがおぼつかないですけど、ここはですね、何店だ、サイクリングちゃん、うん、まっコウミ、これ豊里と書いて何て読むんだっけ。コウミ、コウ、まあ、コ、あの、コウミ町ですよね、コウミ町。長野県何郡コウミ町だろう。うん。うん。コンビニ、ああ。駐車場がでかいのは、あの、都会じゃないところのコンビニは大体そうですよ。都会が、あの、異常に小さいんですよ、コンビニの駐車場が。うん。
身長サイズ何、うん、私の方今スカイっていうチームのジャージ着てますけどね、なんたってスカイも今年のツールを取ったチームですから、ですから、うん、もう米沢君、うん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 、ですよね。よし、吸い取り完了。見せてないくせにいかにも。なんだっけ、誰だっけな。カンチェラーラじゃなくて、誰だったかな、スカイのチームのメンバーは、ウィギンス。ウイグルと覚えとこう。ウィギンス。ウイグル、ウイグル、ウィギンス。ウィギンス、ウィギンス、ウイグル。ちなみに、このタイヤはウイグルで買いました。このタイヤ。極超通販で。イギリスから。エコ的に言うとだいぶ無駄なことやってるよな。海外からわざわざ。三段じゃないんですけどね。2種類ですけどね。ホランちゃん。そう、これは 32C という幅のタイヤです。結構いけると思いますよ、これで。ダートでも。よし。そう、自転車はビアンキのクロスバイクになってます。さて、自慢、あ、どれかしたっけ、タイヤか、うん、タイヤ、タイヤ、緑じゃないと違和感あるね、まだ言われますね、まだ皆様そうおっしゃいます。この自転車は定価8万4000円で7万後半ぐらいで買いました。クロスの輪郭を増やそう、緑の不安です。 26×1.5 リットル、今クロスバイク市場主義者はいないけど、ロードバイク市場主義者が意外と多い。だいたいどんな総水車自転車乗ってる人に対しても、じゃあいずれはロードバイクですねという考え方の人が結構いますね。ゴールはロードバイクという考えの人が妙に多い。なんかおかしくないか、それ。ゴールがママチャリの人だっているんだし。あ、そうそう、今日は朝 NHK の小さな旅で、北海道の北端の方のオロロンラインとかの番組やってて、鏡沼キャンプ場とか明日の城とか映った中で、やっぱりママチャリ日本一周の人が映ってましたね。ママチャリ日本一周の人って意外と多い。え、左、あ、これか、高原のパン屋さん、いろいろ。あ、私は一種類しか楽しめてないんですけどね。一度に一個しか。3番、ハンドル、あ、でも意外といろいろ違いはありますね。これか、高原のパン屋さん。じゃあ補給食的なもの買っていときますかね。昼飯までだとレストハウスで昼飯食うことになるんじゃないかと思うので、でもレストハウスもしかして潰れたりしてるかな。アップ一泊、今回ちょっと割といい値段といっても、一般の人からするとお安い宿ですけどね。今日のや、昨日、今朝まで泊まってたアイキソーさんは1泊2食7500円で、私にとって7000円台っていうのはかなり上の方になるんですよ。5、6000円ぐらいまでがまあいつも使ってるとこで、いっぺん北海道の江さんってとこで8000円台のとこに泊まったこともあるな。まあ自慢じゃないですけどね、自慢じゃないですけどね。峠でパン屋さん、はい、はい、あ、やります、結構いい、うん、うん、細かいミュージックレベルが、うん、ですかね。じゃあちょっとパン買ってきますね。中で吸うの相変わらずめんどくさいんで。混んでます。あ、じゃああまり混んでたらちょっと買ってこないかも。エスケさんもかなりいい宿探しますよね。お待ちください。お昼並み食べ、いい空、民宿もいろいろレベルが求められているからね。道の駅なら
ス要らないから安いとかが良い。乗りました。箱入りかよ。箱入り。来てくれ。なんかちょっと待って。ですね、ピザと、あともう一つ信州リンゴと何のパンだっけ？何買ったの？ですね、このなんかリンゴとあと何が入ってんだっけ？あとこれ。アットピザ。サーセイ会社は誰だ？サーセイ会社。これで260円ぐらい。うまそう。全然高くないですね。普通くらいかな。止まった？リンゴと蜂蜜どうだっけ？で、あと店内もなかなかいい感じでしたね。リンゴと蜂蜜が。ちょっと待ってくださいね。
これオートフォーカスというか手前フォーカスに無理やりするか。確かこのぐらいで良かったかな。ここリーズナブルなんですよ。そうですね、割とあの、ああ。ダメだな、反射がひどすぎて全然見えないな。店内の様子の写真見せようと思ったんですけど、やめとこう。無理だ。こんだけ周りが明るい状態じゃ無理だ。あ、店内の写真を、さっきのあの、チョココロネとか見せようと思ったんですけど、チョココロネ、ここのチョココロネ知ってますか？知ってる人知ってますか？ここのチョココロネはですね、蓋の仕方がちょっと面白かったです。コアラのマーチで蓋がしてある。そうですね、フィルムの代わりに、フィルムの代わりにあの、コロネじゃないんですか？綺麗に。どういうものに、いやコロネは確か買ってないですけど。よし、じゃあいきますか。そう、コアラの蓋取り立てで、なんか注釈も何も書いてないけど、あの当たり前のようにコアラで蓋がしてありました。たくあんでしょうね。たくあん和尚っていうのが確か元じゃないんでしたっけ。たくあん和尚が作ったのがたくあんじゃなかったっけ。ん、今日 Z さんと一緒です。よっと、コアラ、コアラ写真見せようと思ったけど明るすぎて無理だった。お得だな。お得なのかな、コアラの町1個分で、今日これから松原湖に入っていくところの坂が一番きつかったはず。麦草峠自体はあの、うん、あ、ゴミで、確かに麦草峠に向かう途中の勾配は大したことないんですけど、その入り口のところの松原湖に登るところがかなりきつかったはず。昨日ルートラボで見たらアベレージ 11% とか出てた。前私はこれ電波、あ、途中までしかないです。松原湖越えて国道299メルヘン街道、299だっけあれ、メルヘン街道と合流するとこまであるはずです。地図上は、エリア上は 11% かなりのもんですよ。しかもアベレージ多分そこでまずやられると思うな私は。これが松原湖ですね。おう、あ、オブラートか。でもなんかすぐ溶けそうな感じも、はあ、ふう、おはようございます。あ、おはようございます。チョココレナの、そう、蓋がしてあるっていうのは、なんだろう、押しつぶされることが前提になってるのかな。危ない道路ですね。はあ、それか中がもともと柔らかいのか。道路は急な勾配、瞬間だったら16とか20とかいうところも確かあったんじゃなかったかな。でも辛かったのはあの山梨県の明神峠と、あと北海道の道南になるのかな、あの辺りは函館から西に向かって登っていたところの持田岬っていうところ、あそこの坂もひどかった。途中からダートだし、今ここはサーバーが死んでるらしいです。復活したのが分かったら後でまた出し直します。でしょうね。そのチョコ、あ、そこまでの食い方したことないな。どこが高原でした、ホーム線ですかね。松原湖駅ってどんなんだったかな。昔確か、どこだっけ、ほんのわずかな距離を輪行したことある、小海線内で。あ、そうか、確か普通にあのホームしかないようなとこだったかな。
駅、見ますかね。ちょっと待ってください。はい。あ、そうですね。あ、ちょっと松原港駅には下っていかなきゃいけないんでパス。上り開始が入るんでパス。そうか、登ってきたんだっけな、ここの、ここまでも。国土地理院地図見たら下ってました。駅ですか？松原区駅見たいというリクエストがあったんですけど、っ下って登ってくるんでパスって言いました。10年はかかったら言ってたな。10年をかければ早くもバス発生。バス1。バス様に星的になっております。そうそう、星的になっております。お、いらっしゃい。地震、私は爆睡してたんで分かりませんでした。ここは3階までですか？600キロブルベの300キロ地点ぐらい。300キロ地点、ここ休憩所ってわけではないんですか？違う、ドライブイン臨時休業中。ここで休憩、自分は休憩。死んでるわけじゃないな。ああ、真っ暗。あ、真っ暗で、今 Z さんがブルベでここ来た時の話なんですけどね。あ、言わなでなかったですね、そういや。八峰とか言ってヤッホーの言う。ヤッホー。パス、すごいパス量だ。そう、Z さん600キロ走り切ってる人ですよ。シュペールランドヌルという称号が。言わないで。そうかそうか。マッパラコイナゴ湯行きバス乗り場、バラコに向かってバスが出てるのか知らなかった。今のバイクですかね。そう、うわー、やっぱりきついな。見ただけでうんざりしますね、この坂。あ、トライク今通りました。気が付いてなかった。私はここからだ。バイクとギターは不要の証拠。バイクとギター、ギターもそうでしたっけ？これ登らなきゃいけないんです。これ越えれば一旦はきつく、きつは減るはずなんだけど、トゲトゲか、ヒャッハーですね。引き返す。次がトライクで。ゆっくり行こう、ゆっくり。タバコと女と酒と、今は松原湖っていうところの近くです。松原湖検索で多分場所分かるはず。あ、ちっギア落として落として、あ、喉、あ、今のところ大丈夫です。あ、ワイヤホンか。一人で映画館へ行くのも不要。映画館に、ほう。延長する。登る登る。あ、もう標高1000まで戻ってきてる。あとたった1100。ロットルも1週間ならば、買い食いも不要かなり悪。600キロ。不要はシンナーと薬。酒とタバコと女と大五郎とかですね。あと俺とお前が入ってないか。はあ、はあ、配信ですね。はあ、はあ、配信でございます。レトレクスはレトレクス昔はレトレクスだった。というか地図次第ですね。今これは国土地理院のデータを取り込んでます。突っ張りリーゼントで反り込み、なんだっけ、なんとかしのし、なんとかしたしっていう、あ、歌詞が思い出せねえ。すっぱりハイスクールロケンロールですね。反り込み反り込み。ああ、でなんでこんな車登っていくんだ。そんなメジャーなとこだったっけ。高くて怖い。
まあ、ここ一日の終わりで松原湖の民宿に泊まりに行くときに歯がのくなって、あのスティックタイプのパン食べながら必死で登った覚えがある。この道をボンタンとか見ないよね。ああ、ボンタン、飛び職ズボンみたいな。酒飲めないので、もともと。雨？は降ってないです、今日は。この景色見ると、急勾配だってわかるね。思い出がいっぱいなんですね。この坂を越えたら僕と結婚するんだ。そんなフラグはいらぬ。和子です。麦草峠の麦草でもまあ、松姫峠プラスアルファかな。あ、で、あの Z さんはビール1本で、私もそれから少しもらいました。龍の刺繍か、ドラゴン刺繍。氷録餅、氷録玉の氷録か。 Z さんにトウモロコシ、あ、朝食ってましたよ、 Z さん。トッポイ、トッポイ、トッポイもなんか、トッポイは何ですかね、ダサいみたいなイメージなのかな、トッポイは。割とナメネコ世代です。死ぬまで有効。ボンタン、へぇってことはやっぱりオブラートに包まって包んであったりするんだろうか。マブル、いらっしゃいませ。そろそろ全部には答えられなくなってくるな。舐められるまで有効、田舎だね。あ、舐められるまで有効でしたっけ。ボンタン、雨の薄いペラペラ地帯、ペラペラ、オブラートですね、あれは。24、確か30段じゃなかったっけ。あ、27段だ。3×9 です。うん、青果食品。まくらない、まくらない。ちょっとあの北海道の締めっぽいな、まくらない。あ、いぎがってる方なんですか。逆の意味だと思ってた。ペラペラはオブラートでしょ。オブラートですね。現在地は松原湖付近です。松原湖で検索してみてください。今ここ死んでるっぽいので。あと、あの自動灯の機能もついてないツールなので。県名長野県、長野県南佐久郡小海町かな、小海町だっけ。あ、車でも観光だと思いますけどね。あと、立科高原っていうところの観光地が峠の向こう側にあります。 Z さんアニオタじゃないと思うけどな、多分一般的に言うところの基準では。そう、サイトシーン。セミは唐揚げするんでしたかね。そう、角まで下って。ロボさんはアニオタですね。私アニオタ、じゃあなんだっけ。24時間テレビは歌ばっかり歌ってるんだろうね。そう、前スーさんが私の部屋を片付けてくれた時にバレたけど、 NHK のアニメの飛び勇みとやっとは見てたな。アニオタでもなんかもともとのアニメから離れてジャージのデザインとかからっていうのもありますよね。あ、そう、チャーケンはつい最近ニコ動で知ったので。チャージマン兼完全なネタとしてですけどね。日陰大好きだね。日
トゲ大好きフリスキー。あ、あ、そうそう、で、ジャージは何だっけ、そうだ、昨日 Z さんとセパレートブルーの話になったんで、セパレートブルー、自転車部が舞台のエロゲなのかな。でセパレートブルーで検索すると、まあキャラの画像と、あと半分ぐらいなんかフレームとかジャージの画像が出てきます。リアルの方の、あれも多分元のゲームから、はもうなんか離れて、そのジャージのデザインとかが人気あるんじゃないのかな。ドラゴンボール Z ですか。 Z 世代見てないな確か。Z さんは2クルマ状態。ん、2クルマいたしたかな。うお、ボールジャージ、セパブルなんだ。今の看板すごかったな。南駅。絶対許さん。まあでもこういう気持ちなんだろうな実際。東京自転車少女ってコミックはいかが？東京自転車少女。えらい企画ですよね。ホイールと、うん、そうですよね。ボイステ、あの顔すごいですよね。なんかちょっと島本和彦が少し入ってるような。あっち、この執念で、あ、絶対にだ。それもなんか元ネタあるんだろうな。ブラウン管。このために、うん。どんけが。そうそう。ダメか。よいしょ。うわ、その絵で止まってんのか。どうだろう、 FM エリア止まった方かな、これは。ああ、 FM エリアだ。ああ、ダメっぽいな、ダメだ。FMLE が死にました。本日の FMLE 終了。まあ、ああすいません、 FMLE が死にました。いつも通り、今日も早打ちだったの、だいぶ。いや、もうそうなんですよ、あれ。ふぅ。これで終了でございます。ん？まあ、きついですね。電波はまだこの辺りは一応ハイスピードエリア内なんですけどね。はあ、FM 入り終了でございます。はあ、うん、デートさん見えなくなったな。どこもどうですかね、最近 AU とかソフトバンクも意外なとこでつながるのでらしいので。なのかな。パナソニックは部屋にバラして置いてあります。
そのプラチナバンド、何がプラチナなのかよくわからん。Z さんは頭に水を差してる。飾ってはいないですね。玄関の横のところに箱に入れ、箱の上から出っ張ってます。新しい自転車です。ビアンキカメレオンテ3の黒いやつ。1100m か。こっから残り1000ちょい。あ、そんなあるんでしたっけ。まだ100ぐらいありましたかね。トレック、あと 1000m。 湖もう少しですね。ん、何ですか。この惑星は窒素が結構多めで、あと酸素がその生き物が生活する上で必須のやつですね。でも CO2 とのバランスを考えないと簡単に生き物は参ってしまうので、買うときにはバランス気をつけなきゃダメですね。ん、軽泉、長野ですかね。あ、それ知らないです。あ、ちちちちち、あ、そんな風が来ないですね、ここは。大丈夫です。みんなでゴールド買おうぜ。ゴールド、ゴールドってパナチンタンと比べてどうですか。うん、比べてよくわかんないです。再生可能ですか。私ごときじゃ。うちの産業製冷蔵庫は27年ものです、うん、パソコンでいうと今回の新車はアススみたいなもん。アスス、なるほど、そうかもしれない。ネットブック、いやどうだろう。前のやつがどちらかというとオーバースペックだったんですよ、完全に。私みたいな使い方だと自転車がかわいそう。まさになんかあの F1 の車使って三浦半島をドライブするようなもんかな。あ、緩くなってるな結構。今のは201系なんだそれ。冷蔵庫はあの消費電力がかなり落ちますよね、新しいやつは。うん、維持費。いやか、共通資産。ゴールドで金のことか。金のことでしょうけども、鉱物としての金のことか。あの辺りから松原湖が見えるはず。うん、地球車で光源、松原湖があそこから見えたはず。ジャージは前に比べると世間の目もだいぶ変わってきてるんで、本人が気にするかどうかだけですね。冷蔵庫なんて安いから買い替えた方がいいのに。コーラジャージとかないのかな。コーラ、ロボさんも実はイチャついてる、イチャついてる。ん、あそこの看板のとこから見えるかな。製氷機、ウルトラマンジャージが欲しいです。物理的なものだからかな。物理的な可動部分が多いからかな。冷蔵庫は古くなると冷えが良くない。黒猫発見。あ、今通った。黒猫どこかで見たことあるよ。そっか、ジャージ。ロボさんは何通りの大切のですか。あ、でも思ったより見えないな。思ったほどじゃないですね。うん、そうですね。もうちょい先。ちらっとしか見えてない。引かれろ。直接的だな。じゃあお断りする。お断りしよう。あ、すごい向こうまで見えてる。
お断りだ。お断りだ。空いてますが。バスのあれって奥の方まで突き抜けてるんですね。あ、この辺りかな。コンビニでガリガリと冷たい麦茶買ってきたやほい。麦茶もう持ってる。さっきクーリッシュ飲んだ。あ、飲んだというか食べた。誰だバスしてたの。思ったよりなんか見えてないな。もうちょっと見えてたとこがあったと思うんだけど。ひらけんしてるね。バステさん、今年ガリガリ君当たりましたか。ガリガリ君当たりません。一回当たりかどうか確認せずにしてたことがあるから、あれが当たってたんだな、きっと。はあ、ちなみ、今来た、サムネ画像は撮れましたか。あ、池田。サムネ画像。ああ、撮りましたけど、撮れたかどうかは別だな。撮ったけど。サムネに使えるかどうかは別。席どうにかなりませんか。席どうにか、ああ、こういうやつですかね。で、私いつもそうなんですよ。コンビニで買うガリガリ君に当たりはない。昔祖母からもよく言われてた。喉がどうかしてるのかと。バスはムク218のエアロスター系が一番かっこいいよね。あ、こんにちは。綺麗なジャージだな、あれ。青いから。あ、松原湖にコンビニがある。前あったっけ。あ、当たり部ありますよ。あれはお守りとして。お守りとして今あのウエストバッグの中にずっと入ってます。単に取り出してもらって以降取り出してないという説もある。左、まあちょっとだけですかね。こっから右か。よかった、まっすぐの方じゃなくて。あ、古いポストだ。ガリガリ買って、あなたは一生分の運をかなり使いましたよ、それ。そう、山崎が。前あったかな、これ。ちょっと覚えてないな。なかったという確信がない。あ、よく見たら長袖なんですね。アーツさんが必ずこの長袖でやってますよね、一日。どんなに暑くても。最高地点っていうのは麦草峠には行きますけどね。最高地点っていうと鉄道の方かな。 JR 最高地点は今日は行かないです。ガリガリ君はですね、私の予想だと12本が1セットっていうことはないのかな。12144、あ、その先わかんないや。まあ、5万分の1ぐらいで。5万分の1いくらなんでも言い過ぎか。落ちた。今季4本すごいな。私も当たったことないです。涼しい。そうですか。32本か。じゃあ 32×32、 あ、1ロットは別に32ロット単位ってことはないか。じゃあ320本に1本ぐらいで。麦草はないです。途中の この道が国道と合流するところまでしかないです。低い。え、本当に日が、あ、もうそろそろ昼ですからね。この時間にまだここにいる。あ、田畑館まだやってんだ。過去にここにこの奥に宿があるんですよ、田畑館。懐かしい。昔これ2回泊まったことあります。あの時いたワンちゃんはもうさすがにいないだろうな。よいしょ。一番軽くして。マウンテンバイクの時は一番軽いギアとか使わなかったんですけどね。さすがにクロスバイクのギア軽めにできるクロスバイクといっても、マウンテンバイクのあれよりはやっぱ重いんだな。
ギア比が、青春の宿、そう、思い出の宿です。夜はカエルの声がすごいんですよ。ちょっと数わかんないんですけど、比率が1対1を超えるくらいまで下げられるやつです。スプロケ変えちゃえば、あ、スプロケ、いや、かなり小さいやつですよ今スプロケ。ん、小さい、うん、小さいんだ。アーツさんとかはこのスプロケ見て、うわ小さいでびっくりしてましたから。そう、一生青春。大体1対1以下にできるね。大体ですよね。で、それの1対1の1対1以下できるぐらいのギア比の組み合わせが 1個か2個ぐらいの組み合わせがあるのかな、これは。今乗ってるやつは普通のロードバイクだったらそんなギア比ないですよね。同行してるロードの人の回転数見てると、そこまでしたギア差がないのかでちょっとびっくりしますよ。前のロボさんのチェーンが外れてたのを見て、グレード気にしなくていいか、グレード、ん、気にしなくて、1対1を下回るのは普通ないね。やっぱり帰ったらよく寝られるのかな。話は変わりますか。帰りの列車で寝ます。富士演習場で総合火力演習やってるよ。総火炎ってやつですね。総火炎の日に近く通ったことあったかな。とんでもない坂は想定してないのか、ロードは。とんでもない、いや、とんでもない弱い脚力を想定してないんじゃないかな、多分。脚力とかトルクがない人を想定してない。とんでもない坂は踏むんだよ。踏む、回すんじゃなくて踏むってことか。この坂良くないわ、この坂良くない。あ、あれは、ん？では使わないと。でもチェーンの錆で問題になったこと今のところないな。多少錆びることはあったけど。楽しい道。坂はどっちの自転車が楽？ん？どっちっていうと、私と Z さんだったら私の方がギア比は低くできます。くん7701最強電車自身は坂道付近。くん CA のはチェーンかな？わら。あれはリボンストロのあれか。画面越しだと坂道か、下か、わかんないんですよね。坂と思わなければいいよ。サントリーなんとかオレンジだね。旅行専用結構ありますよ。一番入手しやすいやつだとジャイアントのグレートジャーニーかな。グレジャニー。約 7% の伸び。今日きついわ。今日もきつございます。あ、その日だったらもうちょっと涼しいんだろうけどな、ここ。今も結構普通に暑くなってきてる。それでもまあ地上に比べりゃ、お、あれ、こんなとこに1号カーブ、おいや、そう、生テレとか最近あんましてないんですよね。ブドウ峠のあの建設事務所と同じとこだ。しかも同じ1号カーブ。南佐久建設事務所が佐久建設事務所に名前変えられてる。そうか、ここで写真撮っとくというネタもあり得るな。これをここで写真撮る。サムネに使うかどうか別として。音楽あまり聞かないです。昔からゲームやっててゲーム音楽とか聴いてたぐらいかな。8ビット時代のピコピコ的な音楽を。あのナムコが一番最初にゲーム音楽版として最初に出したやつなのかな。あの、うん、もうサムネにするためにいろいろ気を使う気力もないな。同じ1号株で同じ作建設事務所っていうだけしか共通点ないけど、今そのコミュニティとかツイッターのアイコンに使ってる。そうです。 FM 音源、私の頭の中だとかなり新しいとこだな。
時計派。私は好み SCC だっけ SSC だっけ、あの音いいですよね。グラディウス2じゃなくてグラディウス2。あ、次に休憩しとこう。一口当たりの含む量を少なくしてたくさん喉を通らせて、できるだけあの少ない量で。頑張れロボコンは知ってますけどね、特に好きってこともないかな。よいしょ。あ、バス来てますね。ここも、あ、これがさっき言ってた高原美術館か。開館中。新車でもフレームの傷とかほとんど気にしないの？そう、本当に気にしませんよ。一応やばいことにならないように、輪行の時にフレームの傷の原因になってたキャリアの方にバーテープ巻きましたけど、傷がつくこと自体は全然気にしてないです。むしろもっと汚くなった方が盗まれにくい。やっぱりその綺麗な状態維持したいって気持ちはある程度あると思うんですけど、こうやって傷は気にしませんとか見た目は気にしませんっていうのを公言している建前上っていうか、それの方が働きかけてきて、今なんか結構その正直ベースのところにもそれが影響してきてますね。本当に気にしなくなりつつある。変な、まあでもこうありたいっていう方向からそうなってるんで、うん、そう、メンテしないのは誇ってません全然。とりあえず必要最低限のメンテをやってるんだからこれ以上は必要ないんだみたいな主張はしないようにしてる。ごめん。部屋の掃除はですね、最近ケーブルテレビのメンテナンスが人が来たんで少しだけ片付けました。とりあえず人が通れるくらいには。関係ないけどロボさんは茅ヶ崎屋のクム知ってますか？茅ヶ崎屋のクム？ CM？ あ、知らないです。日本がかっこいいってのあるよね。うん、あと日本の車とかの元庭の綾よりも太田さんのロボさん。太田さんの、ああ、確かにそうだった。別に俺に銃を撃たせるとかは言わないけれども。どうしたどうした。お、これは何ですかね。なんかこれからダム作るかのようにも見えるけど、そういう場所じゃないですよね。ねえ。あ、グランド延長みたいな感じですかね。安ヶ岳何ロード？あっちにもなんかスポーツセンターがあるな。松原湖高原スポーツセンターかな、あっちに書いてあるの。ゲートセンター？ゲートセンター？あ、違う、スケートセンター。あ、スケートセンターか。あ、そうだな、確かにあれ私はスケートの毛が隠れてたんでスポーツセンターだと思い込んだんですけど、よく見たらスポースケート取って確かに見えるな。わあ、スカートセンター。スカートセンター。山の景色いいな。山の景色ちょっと解像度今低いんですけど、まあなんとなくわかりますよね。よし、あの雲見るかって全力で。結局どれ超えるんだったかな。この中の峰超えるんだっけ。あ、おはようございます。どこが、はい、あのくぼんでるところだね。右手のあっちの方ですかね。うーん、八ヶ岳ですね。北側を回るんですか。北側、そうですね。早速今、顎から汗が地面に落ちた。まだ脇ですね。脇ですね、暑げ。ちょっとこのウエストバッグが後ろから2個受け続けてて、
腕の中ほどがちょっと今バッグの金具に当たったらあちっていう。かなり熱くなってる。一番勾配きついのがこのエリアです。この先はもう少しまともに、ま、あのマシになりますよ。なんか道太いからよくわかんないけど、普通に 10% とかですよね。そうですね。ここはアベレージが 11% 超えてるところがどっかあったんで。おお、ドスーン。本当に自分の手みたいにして使うよな。あ、こんにちは。こんにちは。南の方ですね。なんかダムっぽく見えるんですけど、まあさすがにこのサイズでダムはないでしょうね。前見たあのどこだっけ、大だるみ峠の、あ、行けます。大だるみ峠のパラソベルファムコン、そうですね。なんか踊ってるように見えたり、あと川の中にも入ってましたね、境川では。で、何だったっけ、何だったっけ。そう、まともになります。まともな勾配に。地盤が、うん、この辺りですか。あ、もう一段下げられる。あ、やっぱ Z さんのギア比だと、立ちこぎしないときついとこだ。こんばんは。でも勾配的に、一番きついのが最初にある方がまだいいですね。最後にあったら。映像的に見えますかね。このカメラの視線がまっすぐ前向いてるかどうかによっても違うんで、ギアは、ギアはとは 3×9 ぐらいのギアです、この自転車は。でクロスバイクでかなりギア比を軽くできるやつ、マウンテンバイクにかなり近い。行き止まり、あ、それは最悪ですね。私はそういう目にあったことないんですけど、松姫峠の近く、能峠ってとこで前、本当に道がえぐれる崩落があって、あ、こんにちは。私だってきついよ、私だって。Z さんは今一応先行してますからね。でもどちらがどれだけ苦しんでるかは、二人とも出力できないからな。どうですか今の人。行ければ、本当にあの体調悪くなるような状態だったら U ターンします。でも今単にあの苦しいだけで十分まで行ける。あの体の芯までは全然疲れてない。新しいサムネ見ましたが、あれ見るのでしょうか。サムネ、うーん、どうしますかね。あれはあれで味があると言えるかどうか。あ、Z さんが今ちょっとあえぐというか、あーっていう声出した。立ちこぎ終わるあたりで。痛いねです。嘘つくな。そうか、あの時会った人はそういう意味で、乗鞍で会った人は痛いね。この痛いねのネタを振り返り放送見てなかった人には意味わかんないと思いますけど、乗鞍を別の人と走った時にやっぱりあのジャージどこのアツさんとかそのお子さん、奥さんが着てて、荷物ついてます。でそこであの追い越していって、下から追い越していったレゴンジャージの人が、なんかナイスミドルな感じの人が、お、痛いねっていうかっこいい一言を残して抜き去っていったっていう。あの痛いっていうのを明らかにプラスの意味で言ってましたね、ありゃ。というネタがあったんです。うん、いいですよね。私はビアンキです。 Z さんはフォーカス。ん、何ですかそのね、撮影。麦草峠でまた写真撮るんですけど、多分日が傾きかけた頃になるんじゃないかな。15時16時、今11時半ですよね。こっちは、ここからまだ残り標高差1000切ってても多分3時間以上はかかる。3時間か4時間か。緑ので、あ、今の現在のやつですね。
今のサムネはツイッターの方だけいじってるんですけど、ツイッターのサムネはマウンテンバイクの写真の上から、あのこの本物と見分けがつかないようなあのビアンキの黒いクロスバイクの絵に書き換えてます。昼飯はパン買ってきましたけど、この先のレストハウスで食った方がいいかもしれない。パンは補給食にして。爆走峠とは読まないと思うけど、初めて聞いたの。それは図書で懲らしてもらえばいい。図書で、まあでも変わってしまってもいいと思うんですけどね。だから今日麦草峠で撮った写真をサムネするかもしれない。峠、あ、そうか、でも峠は暗いか、もう夕方になってるか。じゃあ途中どっかでいい景色のところで写真撮って。あそこがピンです。山道あれか、よりどのクリア、レストハウスなんてある。山道20キロぐらいだったと思いますけどね。うん、レストハウスと途中にあります。今やってるかどうか知らないけど、前行った時はやってた。そう、標高差が1000で距離が20、今ないぐらいかな、もう残り15ぐらいになったかな。標高差1000をやっと切ったので、バイクスピークってアメリカかどっかですかね。八王子から相模湖よりはるかに長いぜ。こんにちは、ロボさんの頑張りに感動したので募金してきます。募金いってらっしゃいませ。何が、何の話だそりゃ。八王子から相模湖なら大たるみだけだしな。大たるみを、そうですね、大たるみですね。聞かなること、何なることだろう。こんな暑い時間帯に登りってド M すぎる。あ、でもここは今もう高原なので中継者いませんね。ここはもう高原だから、あの普通の峠に、標高低いあたりの峠登るときよりはだいぶ涼しいですよ。風を受けてると本当に涼しい。で、風が来ないと暑い。キャンピングカー、あ、今のですね、あの白いやつか。注意、今年もロボさんの放送では募金は募集されていません。いません。なんか変な電話とか来ても気をつけるように。シフトが割と軽快な音してるな。シフト、そうですか。そういえばバカ先輩は今年来ました。バカ先輩はもう見てないですね、1年ぐらいは。平日全く乗ってないです。徳光、徳光ってアナウンサーだっけ。徳光さんではありません。ロボさんは24時間テレビを1秒も見ません。見たことは。自転車のブレーキも使いすぎて効かなることあるの。効かなること、効かなくなるってことですか。下りでブレーキが熱持ちすぎてタイヤがどうにかなるっていう話は聞いたことはありますけどね。私はないですね。処理がなされている。この先電話工事のため片側通行になります。路面悪いよ。そうですか。このくらいなら別に。あ、そうか、ひびが目立って見えるのありますよね。見た目ほどでこぼこはしてないです。あれは熱だったのかどうだったのかよくわかんないですけど。2人でブレーキ使い続けてると熱持って効かなくなることはあるね。効かなくなるのありますか。ここにも何かあるな。これは前なかったと思う。お食事天然温泉、新しくできたんだな、これきっと。あ、これが、これがヤッホーの湯か。これは前なかった。来たやつ。はい。温泉ですか。あ、いや、特に寄らないで行きます。この先もあるんですか。レストハウスは別にあります。
あ、そっか、でもそっちやってるかどうかわからないからというのも確かに。まあパンもありますからね。いや、そもそも潰れてる可能性があるかなと思って前来た時は何年前だったのかな。ん、この服ですか。そう、あの次々に新しい人が入っては出ていくような状態ですからね、放送っていうのは。ニコニ、そう、絶賛発売、まあ申し込み受付中って感じですね。キャラクターの名前は確かないはずだけど、ニコ生自転車部というコミュニティの活動の中でよく使われることがあるジャージが、温泉入ったら終わりだと思います。はい、今温泉入っちゃやばい。肉付きいいな。そろそろ花野さんは登場しますか。ええ、いいかな。温泉入った後は下らないとダメだ。温泉入った後の下りほど気持ちいいものはないですよ。特に冬場は意外とそう。入れずにですか。まあ売るというか、人集めてジャージ発注して、でそれをあのハツさんが一人で苦労しながら発送するという。ムチムチやんけ。最近ジャージの募集し始めたね。うん、ジャージの募集またやってますね。ニコ生自転車部のコミュニティの説明のところに書いてあります。ニコ生自転車部で検索すれば出る。お、黒い。泊まりがけなの。今日泊まりがけです。かなりいい宿に泊まってました。田舎に帰ってきた感が半端ないとこで。ジャージだけでも恥ずかしいのにこんな絵柄じゃ。ジャージだけでも恥ずかしいっていうのはジャージ自体が。Z さんのバッグは2つで2万弱ぐらいだそうです。完全防水のやつ。あの密閉して峠登ると上に行った頃にはあのバッグが膨らんでいるというくらいに密閉性が高いらしいです。そう、お高いやつですけどね。オルトリーブってメーカーですね。Z さんジャージのサイズは。ジャージのサイズ SML ぐらいですよね。もっといっぱいあるんですか。 4L ぐらい。上から2番目。かなり、じゃあ私のパニアはオストリッチです。 O で始まるアルファベットも同じだけど、オストリッチ。オストリッチのやつは不完全防水です。一応防水性はあるという噂は聞いたことあるけど、今視線が熱い。そう、私が今後ろにつけてるのはオストリッチの一番軽いパニアバッグ P100 なんとかっていう片面のやつです。115とかそんなんだっけ。それで左右で9リットルぐらい入るんだったかな。違ったっけ。9リットルはあれか、フロントバッグの容量だ。多分20リットル以上入ると思います。115ですよね。ニコ生自転車部、うん、学校に出てきた。すごいな、そこまでメジャーなのか。でも実際買った人の人数は結構いるんじゃないかな。100人は多分いないと思うけど、何十人かもう買って、まあ、買うっていう、売るとか買うっていう感覚はちょっと違うんですけどね。あれ別に利益が出てるわけではほとんどなさそうなので。まあ、アーツさんが頑張って発注したり発送したりしてくれてるみたいなイメージですけどね。私は今日の荷物は軽めです、いつもに比べれば。何キロぐらいかな。10キロないかな。 P110 ですよね。私はこのジャージの半袖1個前あのもらって持ってます。イギリスの話、オクソンさんですよね。オクソンさんは前自転車、イギリスで自転車放送とかもやられて、前というか今もされてるかので、私は真っ先にあの自転車で検索してたどり着いてました。
マクソンさんが私のことを知ってくれたのは何がきっかけなのかな。あと放送でなんか名乗った覚えもないし、どっからつながりがあったんだっけ。慣れ初めは、あ、なりましたね。勾配が緩くなったんでだいぶ、きつさが減りました。はい、優劣もこれ 6% あるんですね。あ、これですか。今勾配 6% だらしいです。なんか 2% ぐらいかなと思って見たら 6% 2%? いや、私そこまではとんでもない。まあ、さっきのきつい跡ってのありますね。そんな奥村さんの上で皿洗い放送ですよね。なんかタイトルが毎回工夫されてる。アワツさん絡みでしたっけ。車が通ると風が涼しい。もっと通ってよし。今の間だけ。あ、風も来てるな結構。うめえ。レストハウスまではまだ少しあるな。あと、でも交通量はそんなに多くない。7キロぐらいあるのかな。199号に合流するかわからないか約。わからない。まだ体の中が熱くてしょうがないっていう状態になってない。イギリスの仮想枠だと思ってたわ。ロボさんはロンドン行く予定はないの。ロンドン、海外ですよね。海外、イギリスだと時差どんぐらいあるんだったっけな。9時間10時間ぐらいかな。でもまだ大丈夫。じゃあ、まだ体の芯からのきつさじゃない。あるよ。今は8時間でしょ。8時間。ああ、なんかサマータイムとかでですかね。私はサマータイムがよく分かってないんですよね。海外走るなら台湾おすすめ。海外走るなら台湾。ああ、台湾も確か有名ですね。ああ、仕事はもう海外出張なんか今割ととんでもないような状態ですよね。切り詰めで。もうすぐ10日か。台湾で新高山を制覇しよう。新高山登れのやつか。あれ台湾なんでしたっけ。京王線の調布駅が地下駅になりました。あ、なったらしいですね。なんかネロさんが配信してたな。駅前のパルコがあるところですね。なんかずっとウインカー出してるみたいな音。カチカチ。これあのクランク周りがどっかなってます。1208標高ですかね。そうウインカーのあの音って何が鳴ってるんですかね。いや、これ4点ほどでもないです。こんぐらいだったらカチカチ音は良くなるので自転車では。まさかまたクラックか。クラック、いや、この音はクラックじゃないと思いますね。そろそろ買い替えようよ自転車。そろそろ早い。チェーンが当たってるの。いや、チェーンが当たってる音ではないですね。クランクとか BB とかそのあたりの中から
カチカチ音がしてる感じかな。買うときは試乗まではしてないですね。またがるぐらいはやったかな。ああペダル、そうですね、ペダルから鳴ってる可能性もありますね。この回転系の周期から考えてペダルとか BB とかクランクとかそれ以外はないはず、一応。じゃあない場合も一応あるのかな。ロボさんは割と緩めにペダルつけるから。緩めに、ああ。カメレオン家の中の人がカッチカチ言ってます。中の人、今日もなんか写真撮る気力あんまりないな。辛いとなかなか写真撮ってない、振り返れないじゃないですか。もう最近なんかこの GoPro で映像が残ってると思うといろいろなんか気を抜いてますね。あ、できてたできてた。 GoPro の録音中ランプの点滅が消えてるように見えた。うん、若い自転車、若いとは、コウミ DX まで 1.3 キロってこれなんだ。これもなんか新しい施設なのかな。石本ウサギがカチカチしてませんか。石本ウサギが石、あれウサギでしたっけ、あれはタヌキをやらかすやつは。これなんだろうな、コンクリだから駐車場なのかな。端っこに今トイレがありました。スズリマスの威嚇音、振り返るとやった。これからもっと涼しくなってくるはずですけどね、標高上がると。スキー場、あ、スキー場の駐車場ってことかな。あ、スキー場ですか。でも確か松原湖の上の方にリフトがあったような。でもちょっと遠いか、ここからだと。あ、でもそうかもしれない。棚田かな。ああ、ジムの中にゴミが入ってて音鳴ってるのにずっと気がつかなかった。いかやくリム、リム、ああ、ホイールのリムのことか。それとなんか何かカランカラ回るような、回るというか中で跳ね回ってるような音になるんですかね。カランカランというかチリチリというか。お、あれはゴルフ場？カートの日陰の下でノーノーとゴルフ打ってる奴らが。いや、ゴルフはゴルフで行かないと思うけど。一日で外で風、あんまり風受けないでしょうからね。チューブレス。うん。リムのゴミはまあ、あの整備してるときに入るんですかね。走行中になんかは入れなさそう。9月9日に八王子市内でロードレース大会があります。うん、9月に八王子で。新しくか。脳内、脳内。もう一段あった。ロボさんはまたゴルフ焼け、うん、ゴルフ焼け、そう、両手ゴルフ焼け、これですね、これですねって今映ったかな。映像の更新頻度はかなり今低いはずだから、パッとカメラの方にやっただけだと映らない。ゴルフ、ああ、私は全然ゴルフできないですね。どこまで登れました？今標高は1367です。いらっしゃいませ。で、ピークは2100ちょい。まだ700メートルあるな。そう、一応表矢別、表矢別はもうちょっと標高差少ないかな。
ヤビス600ぐらいでしたっけ、標高差。ヤビス東京が700何十メートルで。そう、ロードはドロップハンドルは苦手なので買わないです。なんかあえて慣れなくても別にそんな不自由はないので。でもブルホンバーとかは少しだけ興味あるかな。結構この今持ってるポジションなんかはこれブルホンバーとかだともっと自由度が効くと思うので。ロボ山は風向きとか地面の傾斜とか全部計算した上で空振りで相違から計算した上で、何何、確かにブルホンとかいいかもね、うん、でブルホンがちょっとあの輪行の時にめんどくさいのかなと思って。マウンテンより快適、マウンテンよりは違い全然わかんないです。前サスペンションがなくなって段差を越えるときにちょっとガタっていうのが手に痛いってぐらいですかね。それ以外はあんまり。あと立ち漕ぎするときに、立ち漕ぎするときにあの今まで弾みをつけてダンシングしてたんですけど、フロントサスがなくなって弾みつけてダンシングするときにバネがなくなった感じになる。だから立ち漕ぎがちょっとやり方変えなきゃいけないですね。あ、緩めてどうにかできるんですか。刺さる。でもブルホンよりこっちの方が危ないと思いますけどね。ん、昔はないのに。またちょっとまっすぐで嫌な道になってきたな。上りで力が逃げないから刺すなしもいいよ。そっちから逃げる逃げないっていうのが今まで多分逃げるかどうかは別として、あのぐにゃぐにゃした様子をもう含めてダンシングの中にフォームに取り入れてたと思うんですよ、自分は多分。だからそれがなくなって、よっと、あ、こっちか、こうやってこう、うん、まあでもやっぱり膝でバネさせればいいから、そんなには膝に負担が来るのかな、さすなしだと、さすありに慣れたフォームだとそうなるかもしれないですね。でも守備はロックアウトもできるでしょ。ロックアウト、私のやつはロックアウトできないやつじゃなかったかな、ジュディ SL。 何県ですか。今ここは長野県です。後輪のサスは多分そうだと思いますけど、私は乗ったことないです。今日は何チャリ、今日私はクロスバイク。ジオメトリー、あ、それもあるかも。結構デカめのフレームです。私の身長168で170からのフレームです、確か今乗ってるのは。今考えると小さめのフレームの方が良かったかもしれない。大きめだと結構違和感はやっぱありますね。昔のジュディはロックアウトできないよ、だからこそ長く使えた、長く30分延長しました。ケツ肉、私は芯肉はついてるんだけど、あのサスペンションとしてあまり機能してくれない。え、ん、いや、あのオレンジの線のとこきつくないですか。あ、ちょっときつそうですね。その手前の日陰で休憩ですかね。 1400m 休憩。ペダル固定、あ、SL、SL じゃない、SPD です、そうです。あ、この辺白樺ですね。確か牧場がこの辺りなかったかな。ご飯は食べたんですか。ご飯はこの先のレストハウスで食べようかなと思ってます。どうせそこで電波もありなんで、そこで放送は止めて。もうすぐお昼ですよ。もうすぐですね。今日すごく暑そうですね。涼しいです。空気は涼しいんですけど、日は暑いです。腹は、確かに減ってるってほどではないかな。ペダル固定は慣れないと怖いんだ。出たばっかりで。ペダルであれ立ちこけするのは、あの走ってるときは絶対こけないですね。止まるときかな。
吹きは寿司です。怖いのは初めだし、あ、FM より多分無理だと思います。まず吹きすることはないので。ああ、止めるときですよね。ん？何カレー？ここのレストハウスは確か食事レストハウスってぐらいだからやってたと思うんですけどね。食べたことはない、まだ。このぐらいの勾配でいてくれればまだ助かるんだけどな。これぐらいきつくなったら、どんどん疲れが溜まり始める。あ、そろそろパスタ茹でるの？パスタ。今日は何も持ってきてないです。いつのカレー。空気薄くなってきた。新しい空気、いや全然。メダルは固定力が低いので使いやすいみたいだ。多分2000メートル超えたあたりからじゃないと実際に空気薄いっていうのは実感しないと思いますけどね。普通は、あの大多数の人は。前あの富士山5合目にスバルラインで登った時に4合目で1人が酸欠っぽくなっちゃって動けなくなりましたね。こけたらやばい。こけたら、あ、少し眠くなってきたな。あんなに寝たのに、9時間寝てるはずなのに。でも最初の3時間はなんか、布団かぶらずに寝てしまってかなり寒い思いしてたみたいなんで、その間は体力回復には貢献してないかもしれない。で1時ぐらいに目一旦覚めて、あのツイッターで今日放送するの忘れて寝てしまいましたって言って書いて、そこから6時間布団かぶって寝たんですよね。南風、南風、あ、今どうかな、これは、どっち向いてんだっけ、そもそも。ダブル。今これは、南風。南西方向いてるのかな、多分。300万円の車と30万の自転車もらえるならどっちいか楽？30万の自転車と300万の車ですかね。30万の自転車かな。私車もらったって運転できないので、運転免許持ってて運転できないので。やっぱ車。あ、でも車もらって売るって言ってもあるな。俺はチャリ。ああ、12時か。ああ、少し目つぶってうとうとしました。くれば、そうですね。うん、バイ。立ちながら寝てた。でも30万のチャリハブムークラスかな。東方 BMW ですね、ベームベ。この場合を売って選択肢話でしょ。あ、終わった。これはチャリティーサイクリングですか？チャリティーサイクリングではないです。チャリではあるが。5万のアバランチェはこの辺りから見る朝から。アバランチェって5万でしたっけ？ですよね。お、ゴルフ場だ。さっきのゴルフ場の中なんですかね、これは。ロボさん、今日はギャラ出るの？今日ギャラ出ない。浅間山はこれどのあたりだっけ？延山の方は今日行かないです。延山の方に行かずに今こっちの方に。違う。ティー。あ、そっか、フロントギア落としてるんだっけ。あ、落としてあげたんだった。お、おはようございます。24時間テレビの T シャツ着て登ってればみんな応援してくれるよ、みんな応援してくれる。私はその頑張ってるから何々してくれじゃなくて、
今私はこれを楽しんでるからこれを見ろっていうだけですから。まあ登ってる時はやっぱ辛いんですけど、結局それ忘れてしまいますからね。うん、黄色いシャツ、ああ募金ですね。はあはあ、お、なんか鳴ってるな。はあ、24時間テレビのこと、黄色いティー。24時間黄色ティー、多分そうだと思います。黄色いジャージはチャンピオンの証。はあ、チャンピオン、坂道の方でしたっけ黄色は。なんか記録あるの。はあ、そうそう、相互だっけ。ロボさんが着るのはマイオジョームだけだ。マイオジョームが着るなんでしたっけ。赤水玉だっけ。あれもなんかもともと赤水玉は総合スポンサーの、スポンサーの色だったんですよ確か。黄色は王様の色。王様か。時間テレビでなくなったね。なくなった。電波はどこまでありますか。自転車の電波はこの先の国道合流点まで。この先って言っても今ここ出てないから見えないでしょうけどね。そう、私は黄色い T シャツ今着てないです。青と黒と白のスカイのチームジャージ。さあ、細うかな。青い水玉ならカルピスがスポンサーなのわかるか。あのジャージは空力が悪いので着ると負ける。色的にも空力か。黒いやつだとあの蜂が蜂から攻撃されやすいっていうのがありますけどね。青水玉だぞ。あ、青水玉もあるんですか。青水玉ジャージがあるレースもあったね。へえ。カルピスはカウピスに聞こえるから英語圏では辛い。カウピス、牛のションベンですね、カウピス。はあはあ、右手がリエックスかな。ここ門線あるんですね。こんないろいろできてるなんて。わあ。ここもなんかランチやってるな。チャリのレースに詳しい人がみんな。軽食、ティータイム、ディナー。でもなんかこの先、勾配がもっと落ち着くところまで行ってから食った方がいい気がするな。まだ電波もあるし。グランツール見てる人はいっぱいいそうだな。グランツール、私はゲームの方のツーリスモしか知らないんですけどね。だいぶ登ったな。今標高1450、850から来たから600登ったわけか。ここまでで1ヤビツで残り1ヤビツちょい。はあはあ、まあ真ん中で昼飯挟むぐらいでちょうどいいですね。この先きつそう。しかしロボさん喋りながらようこそは、うん、喋りながらスピードは遅いですけどね。だいぶ後でググるけど、グランツールは何だろう。車レースじゃないのかな。車レース、喋ることで呼吸してるのでしょう、うん。今ここサバ住んでるらしいです。ん？何のマグロって？グランツーリストなら知ってる。グランツーリスト、車、それも車の名前だっけ？なんだっけ？あ、今ここスキー場のあたりですかね。なるほど。42歳の、あれ1歳だっけ、確か1歳だよ、41歳。41歳男性でございます。電波が限界点に達しそうだ。電波は、うん、エリア的にはもうそろそろ、スレスレのあたりですよね。本当にレストハウスまであるかどうかもわからない。あとこうやってずっと座って漕いでると尻が痛くなってくるんですよね。
立ちこぎしてる方が尻は楽だから。滑るの？滑る、いやここは滑らないですね。一方アポロ11号船長にいるアームストロング3式。あ、まだだったのか。あ、やっぱ違うんだ。ランス・アームストロングは？ランスも結構話題持ちきりですよね、持ちきり。あ、レーパン代わりってことかな。それだったらレーパンの方がいいな。レーパンの端のゴムをなんとか緩めて。私はレーパンの端っこの方のゴムが当たるところが痛くて痛くて、だからレーパンやめてしまいました。前レーパン一丁で北海道走ったりしたこともあるんですけどね。体重逃がせてないんだな。体重を逃がす友だ。そういや夏休みのご予定は？夏休みは9月8日から17日までの予定で、北東北、東の城、秋田県東の城から出発します。一応決まってるのはそこまで。あともう一つ、9月17日の18時台の新幹線はやぶさで新青森から東京に向かって帰ります。何が好き？ちゃんとハヤブサは前方先端の方の端っこの席取ったんで、コンセントが使えます。何のパッド？あ、さっきの交換パッドのことかな。あ、このクラスの峠登るときは本当淡々と登るだけだな。途中イベント少ないな。知りた。うん。取れればだけど休み長いね。私は仕事上月末月初とあと8月の中旬はちょっと忙しい時期があって、もともとそこで取る予定だったのをちょっと延長しました。延期しました。レッドさんは今後ろ50メートルぐらい後ろかな。青森に、いやでも全部は回れないんで、いろいろ考えなきゃダメですね。これ、あ、これ今通常配信です。 FME はもうすでに繋がらなくなってしまって、乗ってない時は常に考えてるのか。恐山に行きたいですね。恐山とか行きますか？一筆書きで全部回るのはちょっと厳しそうなんで、例えば、東の城からとりあえず北上して津軽海峡のとこまで行ったら一旦列車で戻って、また東の城から今度は内陸方面に行くとか。白神山の橋がきついかな。あそこなんか白神なんとかラインって林道があるんでしたよね。だからそう、ふぅ、いや、Z さんはあれは夜に恐れ山行くの。あ、また追いついてこられた。北海道行こうよ。Z さんはブルベン